皆さんこんにちは、中山由紀です。今日は二重顎解消のエクササイズをご紹介したいと思います。皆さんは顎周りのラインですね、気になったりはされていませんか？特に冬場になってお腹周りだけではなくて顎周りですね、首周りにもお肉がつきやすくなっている方はかなりやばいです。というのもですね、二重顎というのはこの見た目の問題だけではなくて、実は胸や首肩周りの筋肉も縮こまっていますから、猫背や内巻き型、さらには首肩のこりひどくなってしまうと気道が詰まってしまうので、水やご飯を食べた時にむせてしまう、これ誤嚥性の、ね、肺炎とかいろんな病気の原因にもなってしまいますから、年々ですね、顎のラインのシャープさがなくなってくる方はかなり注意が必要です。あとはね、喋っててどもりやすかったり滑舌が悪くなってしまっている方も、この顎周りの筋肉が弱っているので、二重顎だけではなくてそれらの症状もまとめて改善していきましょう。ちなみに今日もですね、前回に引き続き小顔エクササイズのプロフェッショナルをお呼びしてます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、萌えです。この前はありがとうございました。ありがとうございました。おかげさまで前回のバッカルファット解消エクササイズで、もう口やらベロやらめちゃめちゃ筋肉痛でしたお疲れ様でした、はい、視聴者の皆さんもね、一緒にやってベロが効いたりとか顔面が筋肉痛になったっていうね、お声もたくさんありましたが、すごい効果を実感された方も多かったと思うので、今日はね、二重顎解消のエクササイズを教えてもらおうと思ってまた来てもらいました。はい、二重顎ですね、このフェイスライン。ちなみに顔ってどこからどこが顔か分かりますか？ここですよね。違うんですよ、顔はここから、うん、なんだったら頭から鎖骨の下まで、なに全部顔なんですよ。なるほど。というのも、この鎖骨のラインから下って、ゆうきくんだったら筋肉のプロだから分かると思うんですけども、大胸筋、胸鎖乳突筋、舌骨筋群のことですかがあるものでつながっていないですか？筋膜ですね。そうなんです。この胸の前あたりの筋膜が硬い方、特にこう鎖骨が見えない、どこか分からない、埋まっちゃってる方っていうのは、必ずここからグワーって下に勝手に引っ張られるので、顎がこう引っ張られて二重や三重になるんですよ。なんだったら首もなくなってしまう、こんな感じ。そう、なので今日はこの二重顎を作ってしまっている胸周りの筋膜をしっかりとリリースして、鎖骨のラインを出していきます。そうすることによって二重顎が勝手に解消していき、ほうれい線もついでになくなってしまうエクササイズをご紹介したいと思います。つまり二重顎っていうのは顎自体が原因じゃなくて、顎は被害者で、根本原因の加害者はこの胸周りの筋膜とか、ここら辺の硬さなんですね。そういうことです。ということは、今日はこの根本原因を解消するエクササイズを教えてもらえるっていう認識でいいですか？はい。じゃあ皆さん、前回もね、かなり顔面の筋肉痛があった方もいると思うんですが、今日もね、しんどいかもしれませんけど、一緒に頑張りましょう。はい、ではまず二重顎解消エクササイズに入る前の準備体操を少し行っていきたいと思います。準備体操は2つあります。顎の下にこう親指をグッと入れて、ゴリゴリゴリっとするのを10回ほどやっていきます。ちょっと挟んでもらってもいいですか？はい、うん、こんな感じでゴリゴリゴリ、うん、で、2番目のエクササイズが鎖骨のライン。分かりにくい方はこう自分でこの肩のところから延長線上、この骨の上側に4本の指を入れて、コリ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 とするのを10回ずつ行っていきますね。はい、ではじゃあ顎からいきましょうか。親指をグッと入れて、グッと入れて、でこんなだったら挟んで、でグリグリ、1痛い、2顎の裏が痛い、4、5、循環悪いんですね、これね。そうですね、かなり硬い方はゴリゴリと思います。9、10、OK です。はい、では次に鎖骨のあたりを少し準備体操していきたいと思います。鎖骨ね、分かりにくい人もいると思うので、この肩、肩峰の延長線上の骨ですね、この骨の上と下を10回ずつぐらい少しマッサージしていきたいんですが、4本の指を使ってグッと鎖骨の上のところにこう手を入れてください。だいたい10回ぐらい行ってくださいね。はい、で痛いという方とか、骨どこっていう方はかなり要注意です。首のシワを作る原因になってしまうんです。恐ろしい。そう、
なので毎日やってたらね、骨がどこか分かってきます。今度下行きますね。そう、下もグッと。これは巻き肩さんとかがここ埋まっちゃってるので、こう胸をしっかりと開くようにすると鎖骨が感じられますかね。特にね、硬くなりやすい部分ですね。そうですね、ここもしっかりと少し準備体操していきます。だいたい10回ぐらいずつでいいです。 OK、 はい、はい、では今から二重顎解消エクササイズに移っていきたいと思います。1種目目なんですけども、このさっき触った鎖骨に沿って手を当ててほしいんですが、できれば服の下から直接皮膚を触っていただいた方が効果的です。こうやって鎖骨の下に合わせてね。で、ぐっと自分に押しながら下に引っ張り下げる。そのまま上を向く。これだけです。めちゃめちゃ突っ張りますねそしてこの動きを上、右、左と角度を変えて行っていきます。はい、3つで角度を変えて、たった3分だけなので頑張っていきましょう。はい、では開始していきたいと思います。はい、グッと押して引っ張り下げて、はい、上を向く。しんどいと思うんですけども、このまま下顎を前にスライドさせる。硬いんですけど、こうグッと頑張って押して引っ張り下げて、で、顎を少しだけ動かしてください。顎がシャープになる気がしますね。めちゃめちゃ効果あるんで、ちょっと痛いと思うけど、あと少し頑張ってください。あと少し、スライド、スライド、池の鯉の気持ちですね。鯉に似てるわ。餌食べてる感じ。もっとこう、餌を、そう、我に餌を。あとちょっと、頑張って。はい、OK です。では次、こっちね、こっち両手置いてください。左側に両手を置いて、ちょっと左に首をかしげて、そう、かしげて押して、そのまま、はい、右にかしげる。そしてちょっと後ろ、ちょっと後ろ、あー痛い。手がこう緩んじゃうんだけど、緩ませないで頑張って頑張って、引っ張り合いっこですね。これも顎は遮蔽させるんですか。そうです。こんなに強い力で何もしていないのに、あなたのこの顎を二重顎にするためにわざわざ筋膜が引っ張り下げていたっていうことなんですよ。痛い、しんどい、つらい頑張ってください。あと少し、視聴者さんのために頑張ってください。触らないでね。触らないで。もっと押してくださいね。グッと、グッと押して。そうそう。押して下げる。あとちょっと、あとちょっと、あと、触らないでくださいね。あとちょっと。頑張ります。はい、OK です。今度は反対です。手を添えて、そう、鎖骨に沿ってね。で、グッと押して引っ張り下げて、こっち向きます。この時は楽なんです。はい、OK。ぐーっとこっち向いて。反対向いたら後ろ。ああ、私も痛い。これ突っ張り具合左右差ありますね。左右差あるんですよ。あれ、ちょっと私も痛いわ。言ってる私が痛いな。多分これ皆さんもね、こう髪の分け目とか効き目によってね、ついつい右ばっかり見ちゃうとかによって、首の硬さ違いがあると思うので、その違いもね、気づきを持ってみてくださいね。説明すると見せかけてサボるの術です。止まらないくださいね。もっと引っ張れますかね。めちゃめちゃ引っ張ってますけど、あのちょっと後ろ行けますか。そうそうそうです、それそれ、稲葉フォアです。こんなにもこう引っ張られていたってことに気づきませんか、ね、怖くないですか。筋膜怖いですね、本当。あとちょっとです、頑張って。あー、 OK です。あー、めちゃめちゃ首回りがすっきりしました。いやー、めちゃめちゃしんどかったですけど首回りね、すっきりした感じしますね。このあたりがじわーっと温かい感じありますか。そうですね、使った感あります。今日は本当にありがとうございました。どうですか、この鎖骨のあたりからもう耳の延長線上のあたりまで温かくないですか。ここら辺はね、全体的にこう使ったなっていう感じがね、ありますね。多分皆さんもこれやった後は口角が上がったりとか、滑舌が良くなったりするはずですから、もし、ね、皆さん二重顎以外にも滑舌だったりとか、もしご飯や飲み物を飲んだ時にですね、喉に詰まって見せてしまう方とかにもね、非常におすすめのエクササイズですから、ぜひね、毎日の習慣にしてみてください。で、今回の動画もコラボになりますので、概要欄の方に萌えチャンネルのリンクを貼っています。そちらではさらにほうれい線や二重顎をきっと引き締めていくセルフマッサージの方法を教えてもらってますから、
ぜひ概要欄の方からわよチャンネルの方も遊びに行ってください。お待ちしてます。この動画のご感想はコメント欄の方にお願いします。もし顔のパーツで解消したい部分とかお悩みがあったらリクエストの方もよろしくお願いします。お待ちしてます。で、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。もえチャンネルの方でお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。